ジョギング並み大雨台風接近24時間テレビ安子マラソン日テレ局内からもやめるべきの声が出る3つの理由日本各地で猛威を振るっている大型の台風15その影響で8月31日と9月1日に放送される24時間テレビ日本テレビ系でチャリティーランナーを務めるお笑いタレント安子25を心配する声 番組自体に疑問を呈する声がますます高まっている。番組の看板企画でもあるチャリティーマラソンは今年、全国の児童養護施設に募金マラソンと題して開催される。様々な事情で保護者と暮らすことができなくなってしまった子供たちを支援する。児童養護施設に高校時代お世話になっていた時期があるという安子の発案で、24時間テレビ全体の募金と切り分け、 その全額が全国600カ所以上の児童養護施設のために役立てられる目的別募金となる。系列局の元幹部による寄付金着服問題もあり、例年以上に冷ややかな目で見られている24時間テレビですが、安子さんの好感度の高さと目的別募金という方針でチャリティーマラソンに関しては一定の支持を集めていました。ただ、 放送当日に台風の影響をもろに受ける可能性が高まっており、安子さんを心配する声、そして台風が迫る悪天候の中でチャリティーマラソンを強行するのか、と疑問を呈する声が上がっています。制作会社関係者、8月22日に発生した大型台風15-33サンサンは、28日から日本列島を縦断するという予報が発表され、 29日午後11時には、熊本県玉名市付近をゆっくりと、ジョギング並みの速さで進み、30日にかけて九州北部、四国、そして東海地方で線状降水帯が発生する可能性がある。24時間テレビ、放送当日の31日から9月1日には四国、近畿あたりに停滞している可能性があると言いますが、8月30日午前中現在、 台風から遠く離れた関東地方でも大雨が降っていて、東京でも一部地域に避難指示が出ているような大荒れの状況ですからね。全土、今年のチャリティーマラソンは、新たな募金スタイルを生み出す、という趣旨で、一般市民ランナーが安子と共に 5km を走るという企画。約1000人を募集しており、400M のトラックを走ることになるとされる。 マラソン企画の会場は関東地方のあるスタジアムです。そして現在の台風の状態であれば、おそらく大雨の中でトラックをぐるぐると回る安子さんを移し続けることになるわけです。チャリティーのためとはいえ、そこまでのことをやる意味があるのかという意見が出るのは必死でしょうし、当然ながら雨に打たれ続ける安子さんがかわいそうという声も出てくるでしょう。 もちろん大雨の中、長距離を走ること自体に危険も伴いますからね。前室の制作会社関係者。この台風の状況を受け。24時間テレビ明日らしい今朝の段階で安子のマラソンの告知してたけど、台風の中走るってこと台風の中安子ちゃんマラソン走らせるんですかね中止にさせるべきでは何かあってからじゃ遅いのに。 台風10号は衰えを知らず日本を縦断しそうだ。24時間テレビは番組として成り立つのだろうか。といった心配、懸念する声が X、旧ツイッターには多数寄せられている。台風の速度が遅くて位置はまだ遠く、マラソン会場となる関東のスタジアムは雨程度で走ることは可能。という状況になることもあるでしょう。しかし、 同時間帯におそらく四国や近畿地方は大きな被害を受けているわけで、そんな中安子さんが屋外を走るというのは、災害時には視聴者のためになる情報を報道しなければならないという使命を持つ、放送局としてはやってはいけないこととも考えられますし、当然、多くの批判は寄せられるはずです。安子さんの走る姿に刺激を受けた子どもたちが外に出て、 台風の被害を受けるなんてことが万が一にもあれば大問題に発展するでしょう。全二24時間テレビの公式サイトは8月29日台風15に関する情報と題した声明を発表。24時間テレビの番組イベントチャリティー活動に関する情報は8月30日金曜日午後3時にこのホームページへ掲載いたしますとした。もうおそらく やすこさんがマラソンを走るかどうかの結論は出ているでしょうね。X には、屋内でやれば良いのに、という声もありますが、今年の24時間テレビは着服問題、ジャニー北川氏、去年87の課外問題も重なり、例年以上の逆風に吹かれまくっています。結果、放送の準備もうまく進まなかったそう。さらにここに来て、当初の場所から、 24時間テレビの放送に耐えうるしっかりとした屋内のマラソン会場を手配するのは困難だと見られています。24時間テレビは日テレにとって最も大事な番組であり1年で最も大きな特番でもありますから会場がどこでもいいというわけではない。それに学校や地域の体育館などは台風の避難場所として利用される可能性もあります。 この台風10号がゆっくりと日本を縦断している状況に、局内からもチャリティーマラソンについては今年は不可能ややめるべきだといった声が出ていますね。全道大きな被害を出している台風10号が列島を進む中、安子はマラソンを走るのだろうか。ジョギング並みの速度で進む台風10号に対し、こんなノロノロ台風。 初めてだな、まだまだ降り続ける雨には特に注意しないといけない身の安全を第一に行動しなきゃですね。離れてる県ですけど、短時間で大雨降って道路冠水ですね。さらに水路も冠水してます。風の影響が少なくなっても速度が遅い分雨の被害が増えそうですね。といった声が着せられている。